この動画では悪性腫瘍合併脳梗塞、トルソン症候群の画像診断についてお話ししていきます。脳梗塞の患者さんに出会った際には、その脳梗塞がどういったメカニズムで起こっているのか考えながら撮影することが重要です。この動画では悪性腫瘍によって血液の凝固脳が亢進し、それによって脳梗塞になってしまう悪性腫瘍合併脳梗塞の病態について詳しく解説していきます。また、我々は撮影する立場ですので、悪性腫瘍合併脳梗塞に特徴的な画像所見を理解すること、また、普段から画像を読む姿勢として、血管支配領域と鑑別疾患を意識できるようになるという話をしていきたいと思います。キーワードについては、これらのキーワードについてお話ししていますので、これらのキーワードに興味がある方は、ぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それでは症例を見ていきたいと思います。77歳男性で、頻回の転倒、右上肢脱力で救急受診した患者さんの症例です。拡散鏡中画像で、左右の小脳、後大脳動脈が栄養する後頭葉の皮質、前大脳動脈と中大脳動脈の境界領域、そしてこの部分の皮質にも梗塞があるように見えます。今回の脳梗塞の特徴は、後方循環系である小脳や後大脳動脈、前方循環系である前大脳動脈や中大脳動脈の境界領域に梗塞があり、多数の血管支配領域にまたがって脳梗塞が多発しているというのが非常に特徴的です。原因精査のため、体幹部の CT と各種検査による検査値を示すと、血液凝固のマーカーである D ダイマーと FDP が非常に上昇しており、主要マーカーでは、膵がんでよく使われる CA99 と、腺がんのマーカーである CA が非常に上昇しています。単純 CT では、膵臓が非常に主大しており、肝臓に多数のローデンシティエリアが見られます。まず、血液凝固のマーカーである D ダイマーと FDP が上昇していることから、全身に多数の血栓ができている状態であることが予想されます。また、膵臓のマーカーである CA99 が跳ね上がっていることと、膵臓が主大していることから膵がんである状態が予想され、肝臓のローデンシティエリアは肝転移であることが推測されます。以上のことから、膵がんによって、体が血栓ができやすい状態となってしまい、全身に多数の血栓ができ、それによって脳梗塞を起こした状態、悪性腫瘍合併脳梗塞、トルソン症候群と診断された症例でした。悪性腫瘍合併脳梗塞は、進行性の悪性腫瘍によって全身の凝固脳異常、つまり凝固脳の亢進によって大量に血栓ができます。その結果、脳梗塞になってしまうことを悪性腫瘍合併脳梗塞と言います。がん細胞というのは表面に凝固に関わる凝固因子を多数持っていたり、またがんが出すサイトカインなどの物質によって血管内皮細胞に傷がつき、その部分を止血しようと血小板が集まってくるわけですけれども、その際の止血などによって血栓ができます。がん患者の 14.6% に脳血管障害の病理学的所見があり、その約半数に脳血管障害に関連した臨床症状が見られたということが報告されています。トルソン症候群は潜在性内臓悪性腫瘍の診断に先行するか、もしくは腫瘍と同時に現れる予見されない血栓性の事象と定義されています。一般には、発生血管内凝固症候群 DIC と呼ばれるものと、それに伴う有層性血栓性静脈炎のことを指すとされていますが、悪性腫瘍になって、要は全身が血栓できまくり状態になるということを表しています。1865年にフランスの内科医のアルマント・ルーソーさんは、胃がん患者に認められた有層性血栓性静脈炎を初めて文献に記載し、胆がん患者では血栓性静脈炎や静脈血栓症を効率に合併することを報告したということがスタートとされています。悪性腫瘍に伴う血液凝固脳亢進によって脳卒中を生じた病態というふうに考える専門家も多く、一方でトルソン症候群は病態を適切に表した言葉ではないということで、この用語を用いるべきではないという意見もあります。悪性腫瘍合併脳梗塞では脳梗塞の症状がまず最初に出て、その後全身精査した際に悪性腫瘍が後で発見されるという場合も少なくありません。がん患者で脳梗塞が起こることがなぜ重要なのかというと、がん患者さんの予後が大きく悪くなるからと言われており、悪性腫瘍合併脳梗塞の患者さんは通常脳卒中発症時の神経症状がより重篤で予後が悪いことが言われています。さらに ICU の入室率や
機械的人工呼吸の頻度が高く死亡率が高かったということで、悪性腫瘍を持っている方が脳梗塞になるのかならないのか、そしてその診断を適切につけるということは非常に重要です。悪性腫瘍合併脳梗塞を疑う際には、血液凝固脳などの検査値が参考になります。血液凝固を示す検査値としては D ダイマーや FDP がありますが、体の中で出血があった際にはそれを止血しようとして血小板が頑張る一次止血と、その後フィブリンによって止血される二次止血があり、その後に血栓が残らないように専用によってフィブリンが分解されるわけですけれども、その際フィブリンがプラスミンによって分解された際に生じるゴミのようなものが D ダイマーとなります。体内のどこかに血栓がある際に上昇傾向となり、悪性腫瘍合併脳梗塞では悪性腫瘍によって血栓体質となり、体のあちらこちらに血栓が大量にありますので、それを溶かす専用作用も多く、その大量の血栓が分解された際のゴミも大量にあるということになり、 D ダイマーの値が上昇していきます。基準値は 1.0 マイクログラムパーミリリットル未満とされています。悪性腫瘍合併脳梗塞31例を研究した報告では、31例中29例 93.54% に有意な D ダイマー値の上昇が見られたと報告されており、平均は 6.545 マイクログラムパーミリリットルだったと報告されています。 D ダイマーの他に FDP フィブリノーゲンフィブリン分解産物も参考になります。こちらはフィブリンに変身する前の最終段階であるフィブリノーゲンの分解産物も含んだ検査値となります。 D ダイマーはフィブリノーゲンの分解産物だけなのに対し、 FDP は血液凝固していないフィブリノーゲンの分解産物も含むという点で区別され、フィブリノーゲンの分解産物も含むため検査値は D ダイマーよりも高いものとなっています。基準値は 5.0 マイクログラムパーミリリットル未満とされています。検査値としては腫瘍マーカーも参考になります。腫瘍マーカーはがん細胞もしくはがん細胞に反応した細胞が特異的に出すタンパク質などを調べる検査です。悪性腫瘍合併脳梗塞はあらゆるがんで発生しますが、肺がん、胃がん、膵がん、卵巣がんなどの腺がんで圧倒的にその合併頻度が高いと言われています。卵巣がんに関してはムチンと言われるネバネバしたタンパク質を産生するムチン産生腫瘍が多いと言われています。悪性腫瘍合併脳梗塞31例の研究では、がん患者は全て病理検査で腺がんと確認されて、最も多いのは胃がんと肺がんだったと報告されています。こちらにその割合を示しますけれども、胃がんが9例、肺がんが7例、卵巣がんが3例、大腸がんが3例、胆のうがん、食道がん、子宮頸がん、膵がんが各2例、甲状腺がんが1例だったと報告されています。腫瘍マーカーで参考になるものに CEA、CA125、CA99 がありますが、それぞれの基準値を示しました。 CEA は胃がん、大腸がん、肺がん、乳がんなどの病理学的な腺がんを検出するマーカーで、 CA125 は婦人科で使われることが多いですが、卵巣がんなどを検出するマーカーです。 CA99 は膵がんが有名だと思います。悪性腫瘍合併脳梗塞の患者では、これらの値のように基準値から大きく高い値として示されていることがわかります。悪性腫瘍合併脳梗塞を疑う際には、画像だけではなく D ダイマーやこれらの腫瘍マーカーなどにもしっかりと目を通す習慣をつけておくと良いと思います。続いて放射線技師にとって興味があるのは画像所見のテーマだと思いますが、悪性腫瘍合併脳梗塞の画像所見について見ていきたいと思います。脳梗塞があった際にはどの血管に詰まって梗塞が生じたのか、どの血管支配領域に梗塞があるのかに注目することが非常に重要です。その中で内頚動脈から前大脳動脈、中大脳動脈に脳梗塞が生じる前方循環系の脳梗塞と、椎骨脳底動脈から後大脳動脈に脳梗塞が起きる後方循環系の梗塞があると思いますが、悪性腫瘍合併脳梗塞では複数の血管支配領域に同時期に多発する小さい梗塞が特徴的とされています。多数の脳梗塞を見た場合、さまざまな鑑別疾患がありますが、特に鑑別が重要なのは心房細動があって左心耳に血栓ができ、その血栓が飛んでいくことによって多発の脳梗塞を起こす心原性脳塞栓症との鑑別が非常に重要となります。こちらのデータは悪性腫瘍合併脳梗塞と心房細動による脳梗塞について、一つの
支配領域、2つの支配領域、3つの支配領域に脳梗塞があった割合を示したものとなりますが、この3つの血管支配領域に脳梗塞があった3テリトリーサインについては、悪性腫瘍合併脳梗塞が4人に1人だったものに対し、心房細動による脳梗塞はたったの25人に1人だったとして、3つの支配領域に脳梗塞があった際には、悪性腫瘍合併脳梗塞を非常に示唆するという報告となります。こちらの3テリトリーサインの感度は非常に低いですけれども、得意度が96.4%と非常に高いものとなっています。多発する脳梗塞があった際には、血管の支配領域に注目し、前方循環の左右両側プラス後方循環の計3箇所、3テリトリーサインがあるのかどうかに注目すると、悪性腫瘍合併脳梗塞と心房細動による脳梗塞の鑑別に役に立つということを覚えておくと良いと思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は悪性腫瘍合併脳梗塞について扱いました。悪性腫瘍によって全身血栓できまくり状態となり、脳梗塞に至る病態を言います。画像所見としては、複数の血管支配領域に多発する小さな梗塞が特徴的でした。特に3つの領域にわたる3テリトリーサインが、心原性脳塞栓症による多発梗塞との鑑別に非常に有用でした。画像上で3テリトリーサインを呈している脳梗塞など、複数の血管支配領域に多発する脳梗塞の際には、悪性腫瘍合併脳梗塞を疑い、検査値として D ダイマーや FDP、腫瘍マーカーとして CEA、CA125、CA99 などをチェックする癖をつけておくと良いと思います。また、脳梗塞の症状が先に出た場合には、その後全身精査が行われるわけですけれども、その流れをしっかりと予測し、その全身 CT などをチェックする習慣をつけておくのが望ましいと考えます。以上が今回の動画のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。